ところじゃ。どうしたんだってばよ。師匠があんたを呼んでこいって。何か急ぎのようみたい。ばあちゃんが俺に？一体何だろう。そう、私も詳しい話は聞いてないのよ。とりあえず師匠のところに行きましょう。了解だってばよ。ばあちゃん、俺たちに用があるんだって。ああ、急で悪いんだがな。お前とさくらにある任務をやってもらいたい。どんな内容なんです？木の葉に住む一人の少女が相手だ。相手ですか？その少女は孤児でな。今までたった一人で生活していたのだが、つい先日里親ができたのだ。へえ、よかったじゃねえか。だがその少女は一向に心を開こうとはしない。そのことに里親は困惑してしまっていてな。なるほど。そこでお前たちには少女と両親の間に入り、両者の仲を取り持ってもらう。なんかこう重い任務だってばよ。そうだ、だからこそお前たちに頼みたい。聞けばナルト、お前はこの頃いろんな場所で人の役に立ってるらしいじゃないか。その活躍をここでも発揮してくれ。分かったってばよ。なんとかしてみるか。うん、頑張りましょう、ナルト。それではこれより任務開始だ。二人とも頼んだぞ。それじゃあまずは女の子の里親に会いましょうか。里親なら木陰街道にいるはずだ。行ってみると。了解。あなたたちが今回里親を名乗り出た方ですか？そうですが、あなたたちは？俺たち、綱手のばあちゃんから二人の手伝いをしろって言われてさ。そうなんですか。どうもありがとうございます。それで、その今回養子として引き取る女の子のことなんですけど。あの子は全く私たちに心を開いてくれません。優しく接しているつもりなんですが、やっぱり本当の親じゃないからダメなのかしら。で、その問題の女の子は今どこに？あの子なら新緑の丘にいると思います。なぜかあそこから離れようとしなくて。さくらちゃん、行ってみようぜ。
子みたいね。まあ、お前が今度新しい父ちゃんと母ちゃんができたってこと？そうだけど。あのさ、なんで父ちゃんたちと一緒にいねえんだ？心配してたぞ。もしかして新しいお父さんとお母さんが嫌いだったりする？もしそうだったら理由を教えてくれないかしら。ん？あれは？どうしたの？いや、なんでもねってばよ。全然口を聞いてくれないわね。ナルト、どうする？俺はもうちょっと話してみるってばよ。少し気になることもあるし。そう？だったら私はこの子のことについてもうちょっとご両親と話をしてみるわ。わかった。頼んだぜ、さくらちゃん。さてと、もう少しあいつと話をしてみるか。あのさ、さっきから気になってたんだけど、お前が手に持ってんの人形だよな。この人形の顔と着せてる服をどっかで見たことがあるんだよな。確かついさっき見た。ああ、そうか、そういうことか。分かったってばよ。似てる似てる。お前人形作るのうまいな。これ誰だか分かるの？本当に？嘘じゃない？嘘じゃねえってばよ。なるほどな、お前すげえな。っていうことはさ、もう一つ人形があるはずだよな。そっちも見せてくれよ。それが落としちゃったの。だから私ずっと探してて。なんだよ、それならそうとはっきり言ってくれよ。よし、人形探し俺が手伝ってやるよ。いいの？任せとけって。すぐに見つけ出してやるよ。あの子が探してるのはこれだな。お前が探してるのこれだろ。あ、見つかったんだ。でもさ、それ…うん、これはまだ完成してないの。どうしても顔ができなくて。そっか。よし、だったら俺が調べてきてやるよ。お前まだそれを隠しておきてんだろ。うん。ちょっとそこで待ってろ。すぐに帰ってくっからさ。あの二人のとこに戻らねえとな。
あれ、さくらちゃん、なんでここに？さっきあの子のご両親とお話しするって言ったでしょ。っていうか、あんたこそなんで戻ってきたの？いや、ちょっと野暮用でさ。ところで、あの子の父ちゃんと母ちゃんってば見当たらないけど、どこに行ったの？ああ、ちょっと用事があるって二人して出かけちゃったわ。すぐに戻ってくると思うけど、なんでそんなこと聞くの？え、あ、ちょっとね。ん？あのさ、さくらちゃん、あの子の母ちゃんの顔ってば覚えてない？お母さんの？そりゃさっきまで話をしてたからはっきり覚えてるけど。ああ、そんじゃ悪いんだけどさ、顔の特徴を教えてくんねえかな。別にいいけど、どうしたのよ突然。いいからいいから。なんか引っかかるけど、まあいいわ。ね、髪は黒髪で後ろを伸ばしてたわね。あと瞳は垂れ目で、口元にはほくろがあったっけ。なるほどなるほど。あんた、こんなの聞いてどうすんのよ。ちょっとな。サンキュー、さくらちゃん。また後で会おうぜ。変なナルト。顔の特徴ってばバッチリ聞いてきたぜ。教えて。まずは髪の色は、はっ！って感じで後ろに伸ばしてるって言ってたな。そんで瞳は、はっ！で合ってるはずだ。最後にどっかにほくろがあるって言ってたっけ。で、終わりかな。わかった、それで作ってみる。どうだ、できたか。あ、できた。おお、やったな。この人形ってば、どっからどう見てもあの二人だな。よくできてるってばよ。あとはそれを見せに行こうぜ。ほら、一緒に行ってやるからさ。うん。前から渡すもんがあるんだろ。うん、あの、これ。これは。
なた、このお人形、あなたにそっくり。お前のだって、ほくろの位置まで合ってるじゃないか。ナルト、どういうこと？この子はさ、本当は新しい親ができてめちゃくちゃ嬉しかったんだってばよ。え？でも、なんつうかさ、それをうまく表現できねえんだよな。今までずっと一人だったから、どうすりゃいいのか知らねえんだ。それでも、この子はこの子なりに考えて、なんとか嬉しさを伝えたくってさ。だから、このお人形を作ってたのね。そうだったんですか。それなのに、私たちは逆に考えて。ねえ、私たちが親になってもいいかしら。失敗とかあるかもしれないけど、お父さんもお母さんも一生懸命頑張るから。うん、よかった。あ、なんか俺もすげえ嬉しいってばよ。せっかく仲良くなったのにな。仕方ないじゃない、ご両親はもともと里に住んでるわけじゃないんだから。お二人には本当にお世話になりました。このご恩は村に戻っても忘れません。村に行っても元気でな、父ちゃんと母ちゃんと仲良くしろよ。これあげる。あ、あんたそっくり。そうかな。俺もうちょっと背が高くてかっこいいと思うんだけど。でもありがとな、大事にするってばよ。それでは、私たちはこれで。ありがとうございました。それじゃあな、元気でな。お兄ちゃん、ありがとう。今回は手柄ね、ナルト。でも、よくあの子が新しい両親ができて喜んでるって分かったわね。え？ああ、それは分かるってばよ。だって、昔の俺と同じだったからな。嬉しいのに表現できないってのも。ナルト。さてと、ちょうど腹も減ってきたし、俺は一楽に行こっかな。仕方ないわね。今日、私も付き合ってあげるわ。うわぁ、やった！毎度！はぁ、美味しかった。さくらちゃん、今日はありがとね。ま、あんたとは付き合い長いしね。だから特別よ、特別。でも、また暇があったら付き合ってあげるわ。ありがたく思いなさい。サンキュー。それじゃね、無茶な任務ばっかりするんじゃないわよ。さくらちゃんってば、いつもより優しかったな。どうしたんだろう。